こんにちは。はい、こんにちは。Y&M アートフォトショップです。来ましたよ。ね、あの仙台にね、この間行ってきたんだけども、うん、何が一番美味しかったね。牛タンとか。牛タンとか。アナゴの天ぷらのったでっかい丼とか。アナゴの天ぷら。うまいの。まあアナゴと牛タンって、まあ、やっぱりね、うん、あの別々というか異質というか、うん、まあアナゴの方が、うん、まあ、旬でいいのかなと思ったんだけども、うん、2日連続で食べるっていうことをせずにね、まあ1日だけでね、うん、あの牛タンにスイッチしたんだけども、どうでしたね、うん、でも牛タンもね、うん、なかなか美味しいよね。うまい、うん、あとコンビニのシーザーサラダ。シーザーサラダ買ったの。突然ちょっと、うん、あのレベルダウンしたね。すごいうまかった、うん、まあでもね、はい、あの君はホテル選びがちょっとね、うん、あのなんだろう、好き嫌いがあるようだね。はっきりしてるの。はっきりしてるの、はい、うん、それなかなかね、うん、大変よ。ちゃんとしたとこに泊まりたい。みんなちゃんとしてるって。うん、してないとこあるかな。してるって。あるの。どこにあるの。あちこちにあるからさ、あちこちにあるの。みんな選んでね。はい、以上でした。いいのこれで。